しずだい農場フェスティバル。今回はしずだい農場や連携機関の皆様による試食販売会の模様をお伝えします。販売会はとても大盛況で、取材中もみるみるうちに商品が売り切れていきました。関係者の皆様にお話を聞いてみます。農場がね、岩田から藤枝に来て40年ということですけども、おかげさまで着々と皆さん力をつけられて、ここまで地域を巻き込んでというか一緒になっていろんなことができるということですごく喜んでます。で、そういうことをやはり学外の、ね、人にも学内の人にも知ってもらうということで、また資材の宣伝にもなりますし、農場の力にもなりますので、またそれをもとに学部も発展していけたらなというふうに思ってます。はい、これ何ですか？これはソースと椎茸両方と抹茶で売ってるんですけど、ソースが最強味噌ソースの抹茶バージョンになりまして、で椎茸は岡部の玉取り椎茸なんですね。すごい椎茸はすごい肉厚で美味しくて、はい、ソースもソースで何でも使える万能なソースなので、はい、よかったら見ていってください。一口いいですか？はい、どうぞ。ありがとうございます。どうぞ。すごい本当に椎茸が肉厚で、このソースもどういった味なのかと思ったんですけど、少し酸味が効いてて椎茸とすごいマッチしてて美味しいです。チームのりと言いまして、藤枝で、イタリアンレストランをやってるんですけども、私たちが信頼する専属の農家さんと、はい、一緒に販売、野菜とそれに合うソースを販売しております。今日の出店内容を説明していただいてよろしいですか？はい、出店内容は主に野菜になってしまうんですが、ちょっとしずだいのトマトと対抗して、うちのも一番信頼すべき絶品のトマトですね、花子町とふるさとともう一個あったんですけど、それは完売してしまいました。あとは椎茸も完売してしまったんですけど、はい、岡部の玉取りだけっていう椎茸、あとは、瀬戸屋でお野菜を作ってる、はい、井口さんのお野菜をいろいろ西洋野菜ですね持ってきてます。こちらすべて藤枝で作られてるんですか？そうです。はい、こちらトマトや野菜の特徴等ありましたら何か教えていただいてよろしいですか？特徴は野菜の特徴、特徴は味にこだわって作ってますので、食べてみれば分かりますって感じかな。はい、その自慢の野菜はのりさんの方で調理していただいて、もっと美味しい魔法をかけて、皆さんに食べていただきたい。こちらののりさんのお店の方はどちらどの辺にあるんですか？お店は蓮華池公園からもう歩いて本当にすぐのところなんですが、はい、こちらお店の特徴とかも教えていただいてよろしいですか？はい、お店の特徴、ちょっとこう和風のテイストが入ったイタリア料理、はい、モノリの完全にオリジナルなお料理を出している、はい、店になります。私たち静岡大学棚田研究会は菊川市にある棚田で普段保全の活動をやっております。今日はどのような出店をさっていますか？今日は自分たちで育てた古代米の販売をしています。古代米というのはどのようなものですか？古代米は古くから作られてきた品種で、今日の古代米は黒米ってことで、白米と混ぜて、ご飯炊いていただけると、黒いお米ですね。どのような効果があるとか特徴とかありますか？効果がやっぱ高いので、健康にいいお米です。自分たちで作った古代米の食べ方を紹介したパンフレットを作ってます。で、古代米の特徴として、高い栄養価だったりとか、あとは古代米の炊き方ですね、通常のお米3合に対して古代米大さじ1杯程度入れていただくと、こちらのように色がついたお米ご飯が食べられます。